ボルデテラ属は、グラム陰性の弁毛を有する非較方形成の、後期性の吸管菌である。周弁毛を持ち運動をする者がいる。アルカリゲネスカに属し、基準種は百日絶菌である。属名はジュールボルデにちなみ、ゲノムの GC 含量は66から70%。哺乳類や鳥類の呼吸器に寄生する。人に対して病原性を持つ種も属しており、 例えば、百日絶菌やパラ百日絶菌は百日石を引き起こし、気管死敗血症菌は気管支援などを引き起こす。増殖には有機窒素化合物や有機溶化合物を必要とする従属栄養生物である。平板培養にはボルデージャングバイチを使用する。気管細胞毒素の分子構造、ボルデテラ属で最も研究が進んでいるのは気管死敗血症菌。 百日咳菌、パラ百日咳菌の3つで、この3菌種によって引き起こされる、気管支感染症の病原性はこれまでよく、論じられてきた。感染は接触感染、飛沫感染、スケ立チ感染のいずれかによる。ボルデテラ属の細菌は、最初にビン粒等の専門上皮細胞に付着する。この上皮細胞への付着は、細菌の持つタンパク質性の付着因子によって生じる。 この付着因子には、専門や百日関毒素などが含まれる。付着因子の中には、上皮細胞への付着に関わるのみならず、免疫系のエフェクター細胞への付着に関わるものも、含まれる。感染の初期症状は風邪に似たカタル性の炎症で、この期間において陰頭部からは多量の菌が分離される。その後、増殖して、さらに軌道へ拡散し、 そこで毒素を産生することで軌道の専門運動に支障をきたし、菌体による気管支専門上皮細胞への侵入を容易にする。気管細胞毒素は最初に産生される毒素の一つである。この毒素は二糖類と4個のアミノ酸からなるペプチドが結合したもので、ペプチドグリカンに由来する。ボルデテラ属の細菌が産生する他の毒素と違い、気管細胞毒素は 工場的に産生されており、細胞壁の材料の代謝物によってできている。他の細菌はこの分子を細胞質へ取り込み再利用するが、ボルデテラ属とリンキ菌ンは外部へ放出する。軌道細胞毒素はそれ自体で、専門運動の阻害、上皮細胞の DNA 合成阻害、そして究極的には上皮細胞を殺すことができる。制御性の毒素で重要なものの一つに、 アデニル酸サイクラーゼを阻害する毒素が挙げられる。この毒素は自然免疫系から逃れるのに役立ち、食作用を持つ免疫担当細胞と遭遇した際に免疫担当細胞へ送られる。免疫細胞の細胞内ではサイクリック AMP の蓄積が起こり、免疫細胞の機能が部分的に抑制される。近年発見されたアデニル3シクラーゼを阻害する毒素が持つ、 細胞膜を貫通する穴の形成とそれに伴うカルシウムの流入を引き起こすという効果はファゴサイトの機能不全に寄与するかもしれない。ボルデテラ属菌の付着因子や毒素の多くは二成分制御系であるブベガスによって酸性が制御されている。この制御機構について知られていることのほとんどは機関支排血症菌の研究によって得られたものであるが ブベガス系は100日絶菌、パラ100日絶菌、期間主排血症菌のいずれにおいても存在しており、藍変異や表現型調節の要因となっている。BVGS は、膜貫通センサーキナーゼで、ヘリックスターンヘリックスを持つ、細胞内タンパク質であるブベガをリン酸化することで、外部刺激に応答する。インビトロの実験系において、 リン酸化を受けるとブベガは BVG システム特異的なプロモーター配列に結合しやすくなり転写を増強するようになる。ブベガス系の制御下にある毒素や付着因子のほとんどは BVG が活性化状態において産生される。一方で基本的に BVG が不活性の状態で産生される遺伝子もあり、特にフラジェリン遺伝子、フラがそれにあたる。 BVG による抑制性の制御は、ブベガの下流に存在する624円基調のオープンリーディングフレームの転写産物であるリプレッサー、BVGR によって引き起こされる。少なくとも、いくつかの BVGR による抑制を受ける遺伝子のコーディング領域に存在する認識配列に、BVGR は結合する。このタンパク質の認識配列への結合は、転写量を減ずる。 生理的条件における BVGS への刺激が何であるかは知られていないが、インビトロにおいて数ミリモーラーの硫酸マグネシウム、ニコチン酸、摂氏26度以下の低温いずれかによってブベガス系は不活性となる。気管支排血症菌における BVG 系の活性化状態が中間レベルとなる BVGS 遺伝子の一延期変異の発見は、 リン酸化ブベガの濃度が中間的な条件でのみ転写されるブベガス製魚性遺伝子の存在を明らかにした。この中間的な形質は野生型の気管支排血症菌を中間レベルのニコチン酸を含む媒地で培養することにより再現できる。以上のような条件では BVG が活性化状態において転写される病原因子の一部のみが産生されることから 二成分制御系が環境に対して一カレーではなく連続的に反応していることを示唆される。ありがとうございます。